はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回も、リスナーさんからご寄付をいただきまして、それを、レビューしてくださいということで、滋賀高原 B の、その10。その10だって。なんだこれ。ナンバー10。なんじゃこれ。滋賀高原ビールの10周年を記念して生まれた10番目の IPA。大量のホップと酒米の使用で度数を感じさせないすっきりとした飲み口と華やかな香り。綺麗な苦味が特徴。和食と一緒でもいける。日本のインペリアル IPA です。IPA というのは、IPA の略ってあれだ。インドのペールエールってこと ?IPA って。インドのペールエールだっけ。こちらは、生ビールの、容量が 330ml。原材料が麦芽と、酒米とホップ。お、酒米使ってるね。アルコール度数が 7.5%。製造者は株式会社玉村本店、長野県の会社です。IPA はインドネシアのペールエールっていうことだったっけ？どっちか忘れた。忘れた。インディアペールエールだっけ？インディアペールエールだったかな。これぐらい知っとかないの？バカはマジで。バカすぎて、IPA の意味を今更調べる。インディアペールエールだ。ごめん。普通にインディアペールエールです。インディアペールエールってことは、あれか。インディアンのペールエールってこと？インディアンってあれでしょ？アメリカ人でしょ？インディアンって。アメリカ人の部族でしょ？あれ？インディアペールエールってインディアンの意味なのか。まあいいや。皆さん乾杯。あ、逃げ。ん？あ。あ、これ美味しい。インディアペールエールの略称で18世紀末、インドがイギリスの植民地だった頃に、インドに滞在するイギリス人にペールエールを送るために作られた。インディアペールエールってインドのことか。インディアンじゃなくてインドのことか。インディアって。海上輸送中に傷まないよう防腐剤の役割を持つホップを大量に、投入したため香りと苦味が非常に強い。インディアっていうのがインドの略なのかな、これね。あ、書いてある。インディアというのは、インドの、対外公式名称。あ、そう。でもこれインディアンだと全然違う意味になるね。インディアンってアメリカ人でしょ。ああ。アメリカの先住民、ネイティブアメリカの大半を占める主要グループの一般的な、呼称と。そっか、インドのあれか。インドのビールってことか。なるほどね。これ美味しいですね。これうまいです。ああ。これ酒米を使用してるからか、やけに。いや、まろやか。なんか、苦いんだけど、なんか後にマイルドさと甘さが、ふわっとやってくるような。飲み口がかなり、マイルドですね。ああ。
口入れた瞬間、なんか、逃げえな。うって思うんだけど、飲んでみると、すごい、まろやかな。丸い、なんか、まろやかな。甘さっていうか、が感じられるようなビールですね、これね。これ美味しいですね。これうまいです。あ、これうまいわ。今までのこの飲んできた滋賀高原ビールの中で一番うまいかも。はい、ということで、今回のつまみはこちらです。ポテトチップスの小池屋の海苔塩、お得用。全く関係ないんですが、こちら海苔塩はですね、小池屋が一番最初に出したらしいですね。カルビーと小池屋の、二つありますけど、小池屋が、海苔塩っていうのは、元祖らしいですね。薄塩よかも最初に発売したのがこの海苔塩なんですよ。小池屋は。だから、小池屋が発売したのが、最初に発売したのは海苔塩で、で、その後薄塩とか発売したみたいなんですけどね。カルビーは、その海苔塩をパクって、カルビーの海苔塩みたいになってる。だったはずです。ここにも書いてありますね。青海苔と青さの風味に塩が絶妙に広がる元祖海苔塩のポテトチップス。小池屋が守り続けてきた味なのである。はい。先ほどいろいろちょっと、気になったんで調べてみたんですけど、小池屋のね、海苔塩はね、カルビーの海苔塩に比べて、しょっぱくないんです。塩分相当量っていうのが、このさ、パッケージに裏に書いてあるんだけど、塩分が少ない。カルビーの方は、0.1g ぐらい、多いんだ。で、さらに調べると、小池屋の、コンソメパンチは、カルビーのコンソメパンチに比べてしょっぱいんです。で、薄塩味も、小池屋の方がしょっぱいみたいです。食塩が使われてる。俺も知らなかった。まあ、俺ぐらいになると、ほぼほぼ海苔塩しか買わないんですよ。ポテトチップスの中で一番嫌いな味が薄塩味なんです。もう薄塩味は食わなくていいわ。で、あと、あとじゃねえよ。まあいいよ。コンソメパンチ、コンソメ味も、ごく稀に買うんです。なんか、久々にコンソメは食べるか、みたいな。でも、ほぼほぼ 90% ぐらいの確率で、海苔塩が好きです。で、さらに関係ない話をすると、小池屋の、小池屋だっけ？
片揚げポテト。片揚げポテトだったっけ？あの、ポテチの。ね、片揚げポテト、ね。あれは、薄塩が一番好きなんですよ。片揚げポテト、ね。片揚げポテトはね、ごめん。片揚げポテトあれだ。カルビーだった。うん。片揚げポテトも大好きなんですよ。うん。あとカルビーの、ピザポテトね。ピザポテトも大好き。ピザポテトはものすごいビールとか酒に合いますね。特にビールかな。うん。ものすごい関係ない。うん。うん。うまいな。改めて、滋賀高原ビールのホームページで見ますと、滋賀高原ビールの10周年を記念して生まれた10番目の IPA。今は準定番として強いご支持をいただいております。7.5% IBU75 の IPA ですが、何これ？何言ってるのか全然わかんない。ここら辺。専門用語だろ、これ。7.5% IBU75 の IPA ですが、酒米の塩もあって度数を感じず、スルスルと飲める危険なビール。確かにアルコール度数 7.5% もあるのに。1ミリも飲みにくさがないですね。うん。すごいですね。全然アルコールの、いや、普通のビールだろっていうレベル。全然感じない。うん。むしろまろやかなんで、なんか、普通のビールか苦味がないのかな？うん。分、なんかすごい、飲める。うん。すっきりとした飲み口と華やかなホップ香と苦味の新しいインペリアル IPA です。で、ビアスタイルがインペリアル IPA となってます。あ、準定番商品らしいですよ。余裕のある時はできるだけ仕込むようにしていますが、人気商品のため、欠品の場合はご了承くださいって書いてある。インペリアル IPA ってどういうことか。インペリアル IPA、なんかすごい。かっこいい。あうめ。あ、これうまいな。わりかし結構苦いんですよ。うん、でも、そこまで苦いっていう、クソみたいに苦えわっていうのではないんですね。IPA。滋賀高原の IPA だったかな。これが一番苦かったんだったかな。
もうなんかいろいろ、飲んで、どれがどんな味だったか全然わかんないですね。これがあれなんですよ。動画で撮っとけば、第一印象がわかりやすいからね。文章に、ブログとかさ、文章とかにさ、書くのかったるい上に、なんていうかな。最初のその、ファーストインプレッションがさ、思い浮かばなかったりするんだよね。考えて考えてさ、ね、ブログとか書くじゃないですか。動画だったらもう一瞬で。あ、これうめえとか。いや、逃げえとか。うわ、これくっそ逃げえわとか。パパパーッと。ね。もう言うだけで、録画されますからね。めっちゃ楽でいい。で、後で、俺このビール飲んだけど、これどんな味だったかなとか。これ見返してね。自分で見返すんですよ。第一印象っていうのも大事なの。何でもそうだけど。ね、職場とかでも第一印象が重要とかさ、抜かすでしょ。ね。なんか、合コンとかでも第一印象が重要とか言ってさ。だからこのファーストインプレッションでもすごい大事だよ。めちゃくちゃ大事なんですよ。特にこういう味とかのやつだと。じゃあ必ず飲んだことないお酒っていうのをね、飲んで。ね。あ、初めて飲んだ、みたいな。何回も今まで飲んでるやつじゃない。もう初めて飲んで、うわー。っていう、その口から、自然にこう出てくるような。ね。言葉。これすごい重要です。今年もあれだね。何個アップしたのかな、俺。去年で何個アップしたの？ 365 日分、5日中の、多分100動画ぐらいしか上げてないんちゃうか。な、多分な。下手したら100動画も上げてないかもわからない。それによって人の、そのさ、その人のと、あの、今年は、その年はいや、あんまり良くなかったな、みたいな。体調悪かったな、みたいな。そういうのありますよね。まあ、やっぱり、まあ、人間ですからね。人間ですから、やっぱそういうのは、あると思うんですよ。間違いなく。
なんつうかな。すげえ好きな。すげえ好きな、その YouTuber とかいたとして、ね、急にさ、パタッとさ、動画を上げなくなって、そんで、え？っていう。で、動画上げないで1ヶ月ぐらい過ぎてるって。あれ、おかしいぞ。こいつ毎日動画上げてたのに。なあ、1ヶ月動画上げてねえぞ。こ、え？って。なる。俺もな、何回かそういうのは、あったことはあるんですよ。ニコニコ動画の方とかね。ニコニコ動画とかでも、ね、わりかし、1ヶ月に一遍ぐらいはずっとアップしてたのに、もう1年間落とささねえ、みたいな。ああいうのって本当に、辛いですよね。いろいろね。リスナーの側からしても辛いし。それ以上に大体本人が辛いという。本人が一番辛い。間違いない。そういう人も何人もいましたね。ニコニコ生放送の。生主さんとかでも。ねえ。すげえ面白い人だったのに、全然生放送しなくなって、そのまま引退しましたみたいな感じになって。ねえ。なんか引退発表みたいなのしたりしてね。いや、辛いんだわ。そういうのは。だから何よりも自分が辛いんですけど、本人が辛いんです。一番。だけど、ほら、なんか結婚したりとかさ、前あったな、それは。最近でもないか。ニコニコ生放送だと、マユダヌキっていう人が2年前か3年前ぐらいにね、引退を発表して、まあ女の生主さんなんですけど、今ツイッターで、ね、結婚して、ママになりましたみたいな。子供ができましたみたいな。って言って、ツイッター投稿してますけどね。たまーに投稿するんですけど。人も本当に面白くてね。本当に面白くてね。なんつうかな。声。声もそうだし、性格とかね。まあ、その人の話だと、ものすごい金持ちらしくて、親が。んで、毎月一人暮らししてるんだけど、毎月100万円送られてくるらしいです。言ってましたね。毎月100万円送られてくるらしいです。親から。で、高級マンションとかに住んでて、で、ものすごい豪遊してるという。
で、すごいこと言ってましたね。今まで生きてきた中で、海苔弁を食ったことないって言ってた。海苔弁食ったことないらしい。すっげえあれだよ。ものすごい庶民をディスってるみたいな感じだよ。でもそれがまた面白かったですね。まあでも、まあ結婚して引退みたいなの、まあ複雑っすよね。リスナーからすればまあめでたい反面、もう見れなくなるんだ、みたいな。ねえ。そんな感じじゃないですか。だから、まあその人はすごい大手だったんですけど、まあぶっちゃけて言うと俺みたいなねえ、超マイナーな、人間でも、まあ、まあこれ自画自賛するわけじゃないですけど、必ずなんか好きな人っていうのいるんですよね。何かしら。何人か。絶対いるんですよ。ただ、これ俺の今の自身も言えることなんですけど、もう脳内で、もういねえって、そんな人間いないってって、悪魔が囁いてるんですよ。悪魔が。ね。でも、天使が、いや、絶対いるって。一人ぐらいは絶対いるって。言うてるんですよ。で、喧嘩してるんですよね。こんな感じですね。うん。だから、さらに言うと、ものすごい切ない話になる。切ないっていうか、そのね、ものすごい悲しい話になるんですけど、去年なんて、ね、水害だったり、地震だったり、ね、んちゃらかんちゃらで、亡くなってる人なんて、5万といるわけですよ。で、例えばその生主が、ね、その中に含まれていたとしたら、ね、あれ？あの地震の後、ね、マグニチュード7とかな、マグニチュード7とか8とかさ、大震災とかになってさ、で、水害とかでさ、その日以降全然アップしなくなった、動画アップしなくなったとかさ、生放送しなくなったとかさ、なるじゃん。で、ツイッターも一切音信不通ですって。悲しいぜ。当たり前だけど。わかんないけど、だから、実際はどうなってるか知らないですよ。確かに。でも、いや、本当に、その、亡くなってるかどうかわからないんですけど、もう明らかに、いや、これ亡くなってるだろう、みたいな。
ね。そういうのはものすごい悲しいんですよ。まあ、まあちょっと暗い話ですけどね。まあ、そうですよね。でも、今のご時世、そのさ、明日生きてる保証なんてぶっちゃけないわけですよね。明日東京で大地震が起こってマグニチュード8とかなってさ、震度6、7とかさ、まあなったりする可能性だって絶対あるわけで、まあそれ以外でもほら、ねえ、あのお亡くなりになってる方でいるじゃないですか。毎日のようにその人が、ね、何人か事故とかでさ、車にひかれたのもさ、なんかそういうのあるわけでしょ。そういうのって、そのリスナーに しても、ね、本人からしても、ものすごく悲しいんですよ。いや、当たり前なんだよ、それは。な。最近あったでしょ？どこだっけ？秋葉原ちゃうな。なんか、人引いた事件な。元旦の未明にどこだったかで、ひき逃げっていうか、こう、トラックが暴走して、で、何人か、そのね、重軽傷とかってな。ああいった、まあ、ね、人もいますか？だから、いつ死ぬかわかんないですよ。いつ巻き込まれるか分からへんからね。まあそうはならないようにね。いや、俺としては全然なりたいというわけじゃないんですよ、当然。だから、まあ、1ヶ月ぐらい、酒動画、やってなかったら、もう、俺死んだと思うよ。うん。俺死んだから。うん。1ヶ月、酒動画上げなかったら死んだと思うよ。お前ら。な。まあ。別に、ね。まあ、ぶっちゃけそんなにあれですからね。ヒカキンが死んだとかだったら全然あれだけど。いや、当然死んでほしくはないですよ。確かに。それは、言うときますけど。だから、ヒカキンレベルのすげえ、その、YouTuber とかさ、有名人だったりさ。ねえ。その人が死んだとではないんだけど。でも結局え、命っていうのは平等だからね。ヒカキンレベルの人間が亡くなっても、俺みたいなゴミみたいな人間が亡くなっても、ね。ぶっちゃけ、命の重さとしては変わんないから。だから皆さんに、
まあ言っときます。1ヶ月俺が動画アップしなかったら死んだと思え。でね。うん、まあ。まあ、ね、今年、1年間、何が起こるか分かりませんからね。な、何が起こるか分からへんね。マジで。まあね。まあ。そういうこっちゃ。まあ苦い。これ苦いっすね。香り、そんなでもない。あ、これはうまい。これは単純に、他の滋賀高原ビールとは、全く、持って味が違いますね。やっぱ、ね、酒米使ってるから、米使ってるから、なのかね、明らかにその丸みがあるね、味にね。実際確かに苦いんだけど、口に入れた瞬間苦いんだけど、喉のあたりを通るあたりでもう、丸いみたいな。あ、まろやかーみたいな感じ。これはもう美味しいです。4234です。おっしゃられました。